東映、ロープウェイ東映、ケーブルカーは、大韓民国継承南道東映市東映、観光開発公社が海抜461メートルのミロク山で運営する観光用のケーブルカーである。大韓民国で最も長い1975メートルのケーブルカーで正式名称は、寒冷水道眺望ケーブルカーである。ミロク山に設置された、ケーブルカー寒冷水道長望ケーブルカーは、 韓国百名山の一つである海抜461メートルの魅力山に位置しており、東映観光開発公社が運営するケーブルカーである。東映市と東映観光開発公社が海外観光ベルト事業の一環として事業費173億ウォンをかけて推進したものである。1996年最初の施設決定が行われ、2000年4月に 東映都市計画施設造成計画の決定があり、2002年12月の住民投票の後12月30日に着工した。施行者は標寸であり、ケーブルカーの装置はスイスのガラベンティ社の製品を使用した。2008年1月の試験運行を経て3月1日に営業運行を開始し、4月18日にケーブルカーの竣工式と開通イベントを行った。 2009年、東映観光開発公社は、ケーブルカーにより売上高90億ウォン、当期純利益25億ウォンを収めた。2010年2月26日午前11時に、教習の作者である、詩人帝芝陽の区比の除幕式を開いた。帝芝陽は、日本降伏後に、竜医脱館の案内で、東映を訪問した際に、魅力山に上がり、東映港と関山島一帯の風景は、 美しすぎるので私の文章力では表現できないという用紙の機構文を書いている。2010年3月14日、200万人の乗客を記録した。2011年6月9日には、1日の入場者数1万209人を最初に突破した。2011年8月20日には開業後3年4ヶ月で、総乗客数400万人を突破した。そもそもは、 収益性が低いことと環境破壊に関する指摘があったが、2010年12月に富山と巨済を結ぶ許可応じ回数後には乗客が30%増加した。2010年を基準に約1200億ウォンの経済的波及効果が発生したと推定されており、これは人口14万人の東映市の1年間の税収、取り入れる。 税収100億ウォンに匹敵するレベルである。東映、ケーブルカー上部駅、ケーブルカー機器は、スイスのガラベンタ社の製品を使用した。ケーブルタイプは、自動的、循環2000式ゴンドラであり、線路距離1975メートルで国内で最も長い。最大速度は、秒速6メートルで、片道約10分かかる。ゴンドラは48台を運行して、 循環式8人乗りで1時間あたり、最大1000人の観光客が利用することができる。駅の前にある喫光線のモニュメント2017年9月、現在の料金は、個人退陣を基準に往復1万1000ウォンであり、スタンプは7000ウォンである。団体や65歳以上のパスオデジャ、東映市民は割引が可能であり、国家有効者や障害者も割引を受けることができる。 割引には証明書の提示が必要である。詳細料金は、東映、ケーブルカーのホームページで確認可能である。毎月第2週、第4週の月曜日、または祝日の翌日に休業する。下記を基準とすると9時30分19時まで運行するが、株駅では18時までに搭乗を完了しなければならない。詳細運行時間は、東映、 ケーブルカーのホームページで確認可能である。2011年2月7日で1日50名限定だったインターネット予約は中断され、現場発見のみ可能である。市外バスターミナルからドナムドン行きバスを利用すれば、周辺での下車が可能であり、141番のバスを利用する場合、ケーブルカーの駐車場やケーブルカーの株駅の停留所で下車が可能である。 2007年6月25日下部の歴史内工事現場でケーブルのワイヤーロープをかけて引く作業をしている間、ワイヤーロープが突然切れ一人が死亡、四人が重軽傷を負った。2008年4月19日の開通日に原因不明で運行が中断された。乗客150人が30分間半機内に閉じ込められ、山頂停留所で乗車を待っていた。 観光客300人余りも取り残された。2008年5月4日、コンピュータ制御システムの障害で30分間、運行中断された。2008年5月9日に3回目の運転停止事故が起きると、営業運転を停止して、高精度点検と設備保管を行い、6月17日再開通した。2008年7月6日午後3時の運行中に、停止し、 100人余りが2時間余り半期内に閉じ込められた。以来、2016年までに事故は発生していない。毎月第2週、第4週の月曜日を整備の日を定め、各種機器を徹底的にチェックし、故障の可能性がある部品は、耐久年限が残っても交換する方向で、安全性と運営ノウハウを強化し、上半期下半期の整備を行う施設管理に力を、 入れている。ありがとうございます。